小池晃君よろししくお願いします、えー、担当直入に、えー、あなた、の財務省、近畿財務局、大阪航空局、あるいは大阪府と、何度もお会いになってますよね、でその際に、安倍昭恵さんが塚本幼稚園に何度も来られているということや、あるいはその名誉校長、名誉園長あ、えー、名誉校長、みずほの国記念昇格の名誉校長になっているということは伝えてますか、相手方に、役所の方には、そういう情報を。 人それはもちろん伝えております小池晃君、えー。そういったことが、やはりこの交渉なりをお、まあ、なんというか、スムーズに進める上では役に立ったという印象をお持ちですか籠池証人。私はそのようなあの意味合いでは、あのご就任いただいてなかったので、えー、それはあの他の方々の思いを取りようになってしまうんじゃないかなと思います。 小池晃君、えー。昨年3月11日に、食い打ち工事で地下のごみが見つかります。でそのとき、あなたは近畿財務局から不当な提案があったことを知ったというふうにこう籠あの、河野池事務所の方にあにお話しされているんですね。でこの不当な提案というのは一体何でしょうかあの。前年のことだと思うんですが、前年に不当な提案が近畿財務局の方からあったというようなお話をされていますが、これは何でしょうか。はい、籠池承認 えとちょっと記憶にないんです、はい、小池晃君そのごみをすべて処理すると、巨額の負担になるから、場内処分をするようにというような話があったということもあるんですが、そういったことを思っていっておられるのではないですか加あけ証人。ちょっと私、そこの記憶がございませんので、小池晃君。 えっと、その後ですね本省に行かれるわけですね、で本省とそのお会いになった、心理室長とお会いになった、このときには、この籠池、河野池事務所はアポ取り断ったというふうに言っております、どなたか政治家に仲介は依頼したのか。池人あのこの件につきましてはあの、先ほど申し上げましたように、最初に、えー、先導していただいた河野池先生に、ことの顛末だけはお話しとかないかんということで、えー、お話ししました。もしできたら あの本省の方のその担当の方をお知らせしてほしいということでありましたそれだけのことでありません小池晃君。でその15日に財務省に行かれたときに、埋設物の撤去費用の問題は、そこでは話し合いをされました籠、はい、池証人あの。いたしました、えー、とんでもないものが出てきたということで、断、えー、判をいたしました小池晃君。どういう断判ですか。はい、加古池商人 有害物質が出たのに1億3000万かかって、その後生活物質がそのように埋まっているということは私も知りませんでしたんで、そういうものを定期借地権で民間に貸すのかと、どうしてそんなことをするんだということで、談判をいたしその際、財務省側は、その地下埋設物の撤去にかかる予算は、地主の大阪航空局なんだと言ったようですが、事実ですか。加古池 はい、あの地主の大阪航空局であるというようなことは言っておりました小池晃君要するに見積もりはそのとき、大阪航空局にやらせるという説明をされたということでしょうか。何かあの大変なことになったなという感じでございましたので、まあ何らかの,あの動きはあ,あるんだろうというようなあの思いを持ちました。 小池晃君それで3月24日にあなたは土地購入を申し込まれるわけですで、その前に埋設別撤去費用は土地代から引くというような話は近畿財務局から提示されましたか籠、はい、池承認えっとそういう話は全く受けておりません小池晃君え別の問題聞きます安倍昭恵さんに名誉校長になってほしいと要請したときに、えー 昭恵さんは最初は断ったんでしょうか、それともすぐに受け、入れたんでしょうか籠池証人。1秒ほど止まっていらっしゃいましたが、すぐに即断をしていただきました小池晃君安倍晋三記念小学校という名前をつける件に関して、先ほどの陳述では、昭恵夫人はご理解をいただいたと。後日遠慮ししてほいいという 話があったと要するに最初は昭恵夫人はいいですとおっしゃってで後日というのは何日ぐらいしてからお断りが来たんでしょうか籠池っと記憶の方が、えー、はっきりし,しないわけですが大体、えー、ですね ５ヶ月ぐらいじゃないでしょうかね。はい。小池晃君、ええー、わかりました。あの安倍会長さんと学校設置前のさらちの豊中のあの敷地行ったことございますか。そこでどんな話されました。籠池川市ええー、一緒に行かせていただきまして、えここに学校ができるんですというような話でお話をさせていただきました。小池晃君、なんか学校の名前についての指示視聴みたいなものはそこでありましたか。 川上人えー、いい田んぼができそうですねということでありましたので、えー、そのお言葉をいを頂いて、みずほの国というふうにさしていただきました小池晃君。えー、安倍昭恵さんはです、ね、塚本幼稚園で3回目の講演をやっているのが、えー、平成27年9月5日ですで。その2日前に安倍首相は財務省の理財局長に東京で会っております。 であの塚本幼稚園での昭恵夫人の講演テーマは、瑞穂の国記念小学院についてというテーマで講演されていると存じますが、のまあなたに対してです、ね、その財務省が前向きに動いているというような話、まああのー、ありましたでしょうか、そのときに。加古池少人 えーと財務省が前向きに動いているというふうに感じましたのは、生活ごみが出てきた後が一番著しかったんではないかなと思います小池晃君。それはどういう具体的に言うと、生活ごみが出てきて、いわゆるその8億円の値引きが行われる過程だと思うんですが、どういう点で、どういう,こう動きを見て、あ財務省、前向きだなというふうに思われたんでしょうか。はい籠池承認 あの私どもの,あの弁護士が入って、えー、おりましたから、その,あの動き方、スピード感というんですか、非常にあの早かったと思います小池晃君、えー。安倍首相本人についてもお聞きしたいんですが、安倍首相はです、ね、あなたと電話で話したのは、平成24年9月に予定されていた公演をキャッセルしたとき、1回だけだと。 いうふうにおっしゃってるんですがでこれは事実なんでしょうかこれ以外にも安倍首相と電話でお話しされたことはありますか籠池承認、えー、その一回だけです小池晃君、えー、3月10日の記者会見で籠、えー、池さんは大阪府の設置認可基準の規制緩和についてまあ規制緩和に4年ほどかかったというふうに述べておられるんですが まあ、これに関しては政治家に協力を頼んだことはありますか?。大阪府の設置認可基準の緩和については。あの、まあ、政治家。まあ。大阪の議員も含めて、そういったことありますか?。籠池証人。えっ、ー、と、ございます。小池晃君。えっと、どなたでしょうかお名前を教えていただけますか?。籠池証人。ええー、東徹議員です。小池晃君。 えー、そのほかですね、この問題で、えー、名前が出てきている政治家で言いますと、えーまあ、河野池義忠議員でますいますが、そのほかに何かこの設置認可、あるいは土地の取得、う賃貸、えー、その金額等々で、籠、えー、池さんから声をかけた政治家、他の名前を出していただけますか、思い出す範囲で結構ですから、言ってください。加池商人 えー、もうすでにおやめになっていらっしゃいますが、国土副大臣の北川一世先生、えーうんえー、柳本拓司先生。 そういういいところではい、小池晃君あのちょっとあの、もし思い出す時間が必要だったら、もうちょっとったら <laughs> 出てくるんだったら、言っていただきます、もうないですか、えー、なければですね、あ,のあとはですね、まああのまあ、大体聞くことはほとんど聞いた感じもありますが、まあ、それ以外の問題でいうと、まああの ファックスの問題、先ほどありました。えー、首相夫人の。からの、ね、あの担当官からのファックス。で、そのファックスは今お持ちですか。籠池証人。あの、今、私は手元に持っておりません。はい、すぐ近くにはありますが。はい、終わっております。はい、あの、一言、はい、あの、ぜひ、それを。あの、当委員会に、そのファックスを提出していただきたいと。いうことを、あのお願いしたいと思います。提出いただけ、ま、していただけますか。会議所に。短くお願いします。 はい提出します。